バナナには様々な栄養素が豊富に含まれており、血圧が高めの方、疲労が溜まった方、便秘がちの方、赤ちゃんにも優れた食べ物です。でもバナナを放置すると皮に黒い斑点が出てきたり、部分的に黒くなったりすることがあります。これは褐変と呼ばれる現象です。ではどのようにこの現象は起きるのでしょうか。日本で流通しているバナナの多くはフィリピンなど東南アジアからのものです。害虫対策により黄色い状態で輸入することが禁止されているため、緑色のうちに収穫されて輸入されます。その後エチレンガスをかけ黄色に熟させてから店頭に並びます。この状態はまだ食べ頃ではありません。バナナの皮や果物の細胞の中には液胞と呼ばれるところにポリフェノールが入っており、液胞の外には酸化酵素があります。熟すにつれ皮の組織が老化して、細胞の構造を維持する力が衰えた結果、細胞内で液胞と呼ばれる袋が破れます。するとポリフェノールが細胞質にある酸化酵素によって酸化され、メラニンという褐色物質ができます。これが皮に黒い点として現れたものをシュガースポットといって、食べ頃に熟した証拠になります。他にも衝撃を与えたり冷蔵庫に入れたりすることによる低温障害によっても、液胞が壊れポリフェノールと酸化酵素が反応しメラニンができて黒くなります。ちなみにリンゴを切って放置すると茶色になるのもバナナが黒くなるのと同じ原理です。バナナやリンゴの褐変した部分を食べても全く問題はないですが、褐変を阻止することはできるのでしょうか。バナナの場合は細胞が壊れないように床などに置かず、バナナホルダーに吊るして保存すると黒くなりにくくなります。また同じ房のバナナや他の果物などから発生するエチレンガスによって熟成するのを防ぐため、1本ずつ新聞紙やビニール袋に包むと熟成を遅らせることができます。ちなみにリンゴの場合は塩水で洗ったりすると酵素の働きを阻害することでポリフェノールが酸化されにくくなると言われています。まとめです。バナナの黒いところはポリフェノールが酸化されてできたメラニンによるもので、食べても全く問題はありません。バナナホルダーに吊るしたり1本ずつビニール袋などに包んで保存すると黒くなりにくくなります。